久保さんお化けの救太郎に続編があるんですね、はい。僕は知らなかったですけど。まあ、今回ね、火の鳥にしましょうか、火の鳥。この火の鳥にね、こういうセリフがあるんですよ。生きる、死ぬ、それが何だというんだ。宇宙の中に人生なのと一切無だ。ちっぽけなゴミなのだ。<laughs> 堀井さん、人生って何ですかそれ聞いては意味あるのと。火の鳥のこのセリフではね、ゴミだ。人生はゴミだっていう。 なななかなかいいんじゃないかなっていうゴミだっていうねまあ確かにまあだからこれも結局どの視点で捉えるかなんですよね多くの人はその人生をすごい重いものに捉えてますけどそれを宇宙宇宙の生まれたすごいもう何億光年か分かんないですけどそ,それから地球っていう星が生まれてその地球っていう星の中で生命が生まれてな、まあ、何億年か分かんないけどもまあそれはあくまでも宇宙からすると まあね、久保さん昔言ってましたけどその南国光年の歴史から見ると地球っていう星が生まれて消えるのは別に自然現象なんですよね別に地球だけじゃないので <laughs>、うん、だからまあ宇宙からするとゴミなんですよそう生まれて消えるっていうただその南国光年っていう歴史の中だとねだからそこで僕たちが人生であだこだ言ってるのも本当に小さいことであるってことですね いってらっしゃい。